真田は日本の男性プロレスラー。新潟県新潟市西区出身。血液型 A 型。本名及びキューリングネームは真田清成。新日本プロレス所属。小学校4年の時に兄がプロレスのゲームを買ってくる。当時プロレスについて全く興味がなかったが、その日の深夜に放送していた長州力の引退工業を見たことで、 プロレスに興味を持ち始めた。中学時代は野球部で巻総合高等学校入学後は柔道部に所属していた。しかし2年で柔道を辞めてレスリング部に所属するようになり、プロレスラーを目指すようになる。無等塾の新人オーディションに合格し、全日本プロレスに入門。 トレーニングの成果からか入門後に身長が1 7 7トルから1 8 2トルまで伸び、本来ジュニアヘビー級でやっていくつもりであったが、ヘビー級として戦っていくことを決意する。新人時代2007年3月13日、高岡大会にて、中島克彦、T28 を相手にデビュー。5月29日には、佐々木健介、中島特美、 サムライ TV 杯争奪トリプルアロートーナメントで優勝し、デビュー2ヶ月でプロ入り初のタイトルを獲得。また、その準決勝で T28 から逆エビ固めで勝利し、プロ入り初勝利を打った。6月24日、ブルマーダーズとの試合後に、小島さとしのマイクを横取りし、マイクパフォーマンスをする。この後小島はサナダ、T28 と共に新たなユニット、 アイフを結成することを明言した。だが、小島がこの日のメイン終了後に本体を裏切りまさかの VM 入りをしたため、アイフは幻となった。7月15日、T28 から逆エビ固めでシングル初勝利を挙げた。10月シリーズでは、アブドーラザ・ブッチャーと対戦。椅子でめった打ちにされたが、試合後に、レジェンド級の選手からサナダについて、 彼はスターになれる素質を持っていると絶賛された。2008年はヘビー級に転身すると本人が明言。4月5日、第1試合に、海、山と博史との若手タッグで、和林・ハ谷臨アラヤむ誉れ、平井信和組と対戦し試合は真田がアラヤを、投げっぱなしジャーマンで、ピンフォールし、初の先輩声を成し遂げた。そして最終戦では、ソヤガクとのタッグで、アラヤ、 平井組と対戦、平井からドラゴンスープレックスホールドで勝利する。そしてその勝利の後に来年のチャンピオンカーニバルへの出場を立候補した。5月5日、韓国、ソウルでの新韓国プロレスンクプエア世界チャンピオン決定戦にカイトのタッグでの出場が決定した。これがサナダにとって初の海外遠征であった。6月22日、後楽園ホールにて、 ケンスケオフィスの沖田隆とシングルで対戦し、ドラゴンスープレックスで勝利する。無我の後継者11月3日、両国大会でソヤに敗れるも、試合終了後にソヤから世界最強タッグ決定リーグ戦出場の申し立てがあった。サナダもこれを承諾し、最強タッグの成績は2勝5敗という結果に終わったが、師匠の小島と対戦した際その若さと勢いを、 評価された。3月1日、高楽園ホールでパートナースヤマクとのチャンピオンカーニバル出場権をかけたシングルマッチが決定。これに勝利し、チャンピオンカーニバル出場権を獲得。チャンピオンカーニバルに向けてトレーニング器具に頼らずあえて自然の中でトレーニングを行う。CC 出場権を争ったソヤが全面的にサナダのトレーニングをサポート。 4月5日の開幕戦でもセコンドについた。しかし結果は全敗に終わった。5月17日、パートナーである宗谷と組んで、回4の回、マトとタックで激突。若手同士の熱い試合を展開し、結果はパートナーの宗谷が回から勝利した。この試合を見た、武藤慶事から、俺たちにはできないような可能性を見たと高評価を受けた。 それからも相棒のソヤと共に若手ヘビー級戦線で戦っていたが、そのソヤが長州力に弟子入り志願するなど話題を集めていることにジェラシーを爆発。2009年度の最強タッグでは相棒のソヤではなくその師匠の西村治と組んで出場することが決まった。その後、元相棒のソヤから逆さ押え込みで勝利した試合のバックステージにて、 西村から、無我の後継者に、ふさわしいとのコメントを受ける。肝心の最強タックリーグでは、太陽ケア、鈴木みのるの世界タッグ王者チーム戦では、サナダが元三冠王者の、鈴木からホール勝ちを収めるという大金星を見せたが、サナダもインフルエンザにかかってしまうという事態に、陥ってしまい事態や。ブログ上で、ファンに謝罪した。新世代軍 S を、結成12月13日。 カカンカンシャデーで復帰。オールジャパンフューチャーとして河野とタンクを組み、スワマ、ソヤ組とメインで対決24分の激闘を展開し最後はサナダがスワマのラストライドに沈んだ。2010年1月3日、新春シャイニングシリーズでは、スワマ、河野、ソヤ、浜亮太と新世代タッグを結成し、武藤、小島、明けの、西村、 船木正勝組と三本勝負で対戦、その際首相の西村から首固めでピンフォールを奪い、新世代軍の勝利に貢献した。さらに翌日、西村とのタックで、スワマ、河野組と対戦しなんとスワマから、こだわりの回転足折りエビ固めで、まさかの大金星を奪って勝利した。自身のインフルエンザで途中欠場して、幻となったスワマ。 河野組との最強タックリーグを制した。2月7日、後輩の中の上、安文とのシングルに勝利した後、バックステージで一番気になる選手として太陽ケアを挙げ、ホールドアウトツアー2010の開幕戦でシングルマッチが決定した。2月28日、グリコパワープロダクションドリームマッチにて、ベンチプレス大会に出場。近藤修司中野上安文。 中西学平沢光秀というメンバーの中で 220kg を記録し準優勝となった。3月7日、ホールドアウトツアー2010の開幕戦、ケアとの対戦が実現した。入場曲を一新し、黒かった髪を金髪に染め上げて、ファンにアピールした。試合は、元三冠王者相手に大接戦を展開した。7月2日、後楽園で行われた、 新世代軍 VS 超党派軍 VS ブードマーダーズ全面対決6大シングルマッチで三冠王者の鈴木とシングルで対戦し試合には破れ走ったもの,のスピーディーな展開でチャンピオンを翻弄激しい試合を展開した7月25日後楽園大会の新世代軍 VS 超党派軍8人タッグマッチに勝利する その後、海外修行から帰ってきたソヤと組んで、アジアタック王座への挑戦を表明。そして8月29日の両国大会で、アジアタック王座を奪取。自身初となる、ベルト獲得に成功。その後、ファン公募で、チーム名は S に決定。新世代軍が解散した後も、S としての活動は継続していった。11月6日、台湾で行われた、 アジアタック挑戦者決定トーナメントに勝ち上がってきたコナンバー、ミノル組に勝利し海外で初防衛に成功する。年末の最強タック決定リーグ戦では S として参加、アジアタック王者として奮闘するも3勝4敗1分7点で決勝進出はならなかった。その後、最強タックで敗北を喫した元プロレスリング、ノアの本田ダタモン。 菊池武史組を破り、大座防衛と共にリベンジを果たした。大日本プロレスの関本大輔岡林雄二が団体の枠を超えて、アジアタック挑戦を表明すると、まず査定試合として2試合のタイトルマッチを完光。どちらも引き分けに終わったが、若手同士の熱いぶつかり合いで甲試合となり、第2勢へのアジアタック挑戦が正式に決定した。 3月21日の両国大会で3度目の防衛戦に挑んだが、相棒のソヤが関本に敗れたため王座から陥落し、アジアタックの他団体流出を許してしまった。シングルプレイヤーとしての成長全日本プロレス時代2011年のチャンピオンカーニバルでは、準優勝に輝いた。その後は、メインの出場が一気に増え着実に勝ち星を増やしていくと、6月19日の 両国大会で再びソヤと組ミエスとしてアジアタック王座を獲得する。そして両国メイン終了後、スワマの持つ参を王座挑戦を表明。7月31日に自身初の団体最高峰王座挑戦は王者を相手に検討するも一歩及ばず、ベルトダッシュとはいかなかった。10月23日、両国大会で何度も対戦してきた第2本の 関本、岡林組を相手にアジアタッグ王座戦を観光するも、王座防衛に失敗した。12月18日、大日本プロレスに初参戦し、タイプが似ているという大日本の若手ホープの石川、深夜と対戦し勝利。2012年1月3日、最強タッグのパートナーカイト組んで、ダークオーズ、ダーククエルボーの持つ世界タッグ王座に初挑戦するも、 メキシコ組の卑劣な戦法で敗北、王座獲得はならなかった。3月20日には、膝の怪我を押して小島とのシングルマッチに挑むが敗北。膝の怪我が悪化し1シリーズ欠場することになった。来たるチャンピオンカーニバルでは、決勝出場は、逃ガス最終戦でのタッグマッチでソヤから、ピンホールを奪い、世界タッグ王座への無言の挑戦をアピールする。 そして5月20日福岡大会で久々に来日した浄土リングとのタッグで挑戦し世界タッグ王座を獲得した1ヶ月後の6月17日にゲットワイルドのリマッチによりベルトを奪われジョーともまた仲違いしたものの9月8日にガオラ TB チャンピオンシップ初代王者決定トーナメントに出場大日本の岡林との激戦を制止準決勝に コマを進め、9月シリーズ最終戦では元王のケビン・ラッシュを体感した。2013年はヘビー級に転校した会に完敗した。チャンピオンカーニバルでは準決勝までコマを進めるも、秋山ひとしに試合を掌握され敗れた。そしてファイトの幅を広げるために、海外遠征を決意、5月から短期間ではあるがカナダへの武者修行に旅立った。 2013年6月30日をもって、全日本プロレスを退団した。2013年9月8日、真田は武藤が旗揚げしたレッスルマイナス1に参戦。海と対戦するが最後にスプラッシュプランチャを決められ、敗戦。以降、フリーとしての立場ながら継続して出場。9月24日、10月1日付で、レッスルマイナス1に入団することを発表。11月16日、 ティネに所属し、ティネ世界ヘビー級王座を保持するアージスタイルズに挑戦。最後にカーフキラーを極められると、ギブアップをして敗戦。2014年3月2日、ティネとの合同イベントである海戦はアウトブレイクにて、ティネ、X ディビジョン王座を保持するオースチンエリーズに挑戦。最後にラウンディングボディプレスを決めて、勝利を収め、日本人初の王者として君臨した。 ティネ3月4日、サナダは無党よりアメリカへの無期限遠征を通達され、レッスルマイナス1とティネでの日米両団体を往復することになる。同月9日、アメリカに渡りティネにサナダのリングネームで参戦。ロックダウン2014にてグレートムタヤスと組んでバッドインフルエンスクリス・セイビンとスティールケージマッチ形式で対戦。終盤にムタがセイビンに 背後から羽外しめにされ、ピンチになるが正面より攻撃を仕掛けてきたカザリアンへ、毒斬りを浴びせて、形勢を逆転。視界を奪われたカザリアンに、スタナーを見舞い、ヤスが、セービンを、ラディアットで倒し、最後に、ムッタがダニエルズにシャイニングウィザードを決めるとサナダが、ムーンサルトプレスでとどめを刺して勝利した。同月22日。 ティネにて試合が組まれていないことからレッスルマイナス12014ツアーアフターアウトブレイクにて外戦帰国を果たし吉岡良きを相手にティネ X ディビジョン王座防衛戦を行う試合では危なげなく進めタイガースープレックスからラウンディングボディプレスへとつなげ勝利した以降エリーズダニエルズ DJZ ティグレウの相手に防衛を重ねる7月6日 ティネとレッスするマイナス1の合同イベントである衝撃インパクトにてグレーとムーンサルトプレスを何発も連発し合うような展開終盤にムタにムーンサルトプレスを決めるが直後に毒斬りを食らってしまうとムタからムーンサルトプレスを決められ敗戦した同月7日ティネと契約を交わし入団 レッスルマイナス1とのダブル契約となることを発表。8月14日、ティネインパクトレスリングにて朽ち果てた小屋で柱で縛られているところをジェームズ・ストームよりグレート・ムタに対する嫉妬心に対してそそのかされ、ムタのオマージュであるグレート・サナダイと変貌することを告げられる。同月27日、ティネの各タイトル制覇を目論むストームよりユニットである。 ザ・レボリューションの一人目として登場。初期の無駄を連想させる、フェイスペイントを施し、エリーズと対戦。終盤に、ストーブの介入から、エリーズの顔面へ毒斬りを吹きつけると顔面へ、ランニングスーパーキックを決めて勝利した。9月20日、ペンシルベニア州を拠点とする力の、キング・オブ・トリオス2014ナイト2に参戦。トーナメントであるレイでバラドース2014の4ウェイ。 イリミネーションマッチで、アマシス、AR ・フォックス、オーランド・クリストファーと対戦。最後に、アマシスへ毒斬りを吹きかけ視界を奪ったところへ、スーパーキックを決めて勝利。同月21日、キング・オブ・トリオス2014ナイト3にて、レイ・レ・バラドース2014の決勝を行いシンロンと対戦。最後にバックフリップカッターから、ミドルロープ630度へとつながれ敗戦した。 10月12日、レッスルマイナス1とティネによる共同イベントであるバウンドフォーグローリー2014にて、ストームと組んでグレートムタンドタジリと対戦。終盤に、ストームがタジリへ、アイオブザストームを仕掛けようとしたところ逃れられると、花道へと追い出され、リング内で孤立した自身はタジリから、バズソーキック、ムッタから、シャイニングウィザードへと連携で暗い敗戦した。 同月より、レッスルマイナス1を中心に出場。11月15日より開始されたレッスルマイナス1、タックチャンピオンシップを争う、初代タック王者決定リーグ戦に、山と広史と組んで、B ブロックにエントリーされた。勝ち点4で、予選敗退となる。12月22日、レッスルマイナス1ツアー2014フィナールにて、レッスルマイナス1チャンピオンシップを保持する無党に、 挑戦し、無藤のドラゴンスクリューを何度もトライアングルランサーで、切り返すが右膝を徹底的に狙われると最後に逆回転のドラゴンスクリューからドラゴンスクリュー、そして足音のあざがたみを極められるとギブアップをして敗戦した。2015年1月20日、カナダにてスコットダモールが主催する b c w のキャンパスコンバット2015に参戦。a と組んで、 ジョー・ドーリングジョー・コールマンと対戦して勝利。2月7日、カナダ・オンタリオ州を拠点とするスマッシュのバトルラインズに参戦。ジョシュ・アレキ・サンダーと対戦するが敗戦。3月20日、ティネ・にてティネ世界タッグ王座争奪アルティメット X に、マニックと組んで、ウルブズ、ブローマンズと対戦。終盤に吊るされたロープから移動するリチャーズを捕まえるが、ウラカン・ラナで投げられ、 リチャーズから続けて、ダイビングフットストンプを食らうと力付きベルトを取られ、敗戦した。4月16日、ティネとの契約が満了となり対談することを発表。5月13日、アメリカを拠点とした活動を続行したいという意思から、レッスルマイナス1との契約を、同月15日付で満了となり、対談とすることが発表された。アメリカのインディ団体2015年7月10日、 ジェフ・ジャレットが主催する GFW のグランドスラムツアーに参戦。PJ ・ブラックと組んでバレットクラブと対戦。ブラックとアンチ・アメリカのプロモーションを行い批判。バレットクラブはスコット・スタイナーをセコンドに呼んで試合を行うが、終盤にブラックがバットを使って攻撃しようとしたところ、スコットに止められ、ギャローズからリバースネックブリーカーから、 アンダーソンのバックスープレックスへとつながれ敗戦した。同月11日、GFW グランドスラムツアーにて新日本プロレス。所属の渡辺交渉と組んで、バレットクラブと対戦し、試合こそコントロールするが最後は力尽き敗戦した。同月24日、GFW アンプトにて、初代 GFW ネクスジェム王者決定トーナメントに出場。1回戦で、 pj ブラックと対戦、最後に450度スプラッシュを決められ敗戦となった。9月12日、ドイツのニーダーザク選手を拠点とするユップのレスリング、フェスティバル2015に参戦、レオン・バインガス・テレンと対戦して勝利する。10月2日、メキシコバ・ハカリフォルニア州を拠点とするザクラッシュに参戦。トロフェオ X ジム4ウェイマッチを行い、フェニックス、アンヘリコ、 マットクロスと対戦。最後に450度スプラッシュを決められ敗戦。同月3日、イリノイ州を拠点とするドリームウェイブのノーエスケープに参戦。ドリームウェイブオルタネーティブ王座を保持する AR フォックスに挑戦するが敗戦となった。同月17日、b c w エクセレンス2015にて、元 WWE 所属のシェーン・ヘルムズと組んで、シンジケートと対戦して勝利する。 同月23日、GFW アンプとにて GFW ネクスジェン、王座時期挑戦者決定戦にて、サンジェイダットと対戦するが敗戦した。11月7日、メキシコベラクルスで行われた、ケビバエルレイにてドラゴと組んで、フェニックスレイホラスと対戦するが敗戦した。日本復帰2015年12月1日、東京グレンタイの後楽園、ホール大会。 東京ドリーム2015に参戦し、藤田と対戦。タイガースープレックスからラウンディングボディプレスを決めて、勝利する。同月24日、SPE とマネジメント契約を結んだ。同月30日、大日本プロレスに参戦。菊田和美と組んで、宇藤隅久丸山敦志と対戦。最後に、菊田が丸山から、タイガースープレックスホールドをくらい敗戦した。 2016年1月2日、丸山敦志と組んで、チーム大和と対戦。最後に、橋本和樹へ、回転足折り固めを決めて、勝利を収める。同月10日、古巣であるレッスルマイナス1に参戦。武藤明坊のと組んで、リアルデスペラードと対戦し最後に、武藤が野沢へ、シャイニングウィザードを決めて、勝利を収めた。3月6日からは第2本プロレスのシングルリーグ戦。 一気当選、二三加、神谷英慶、橋本大地に勝利するも2勝3敗に終わった。4月10日、新日本プロレスのインベージョンアタック2016にて、岡田和地 VS、内藤哲也の IWGP ヘビー級王座戦で、終盤に、岡田が内藤にドロップキックから、ツームストーンパイルドライバーを食らわせて、レインメーカーポーズを決めたところで場外から黒い、 外骨のマスクをかぶって乱入し、背後から襲撃を仕掛け、TKO を決めると上着を脱いでロスインゴベルナブレスで、八本のシャツを見せ、そしてマスクを取り正体を表した。最後に、内藤が岡田に、デスティーノを決めて勝利して、ベルトダッシュに貢献。4月11日、リングネームを、本名の真田清成から、真田に改めた。4月17日、 ロードツーレスリングドンタク2016にてリッチ、VS カオスによる8人タッグマッチで対戦、終始岡田と対戦を行った。終盤に、岡田のフラップジャックを暗い下道にタッチされ逃げられると、リッチのメンバー総動員で猛う波状攻撃で攻め、最後に下道に、TKO から、スカルエンドへとつなげて勝利した。5月3日、レスリングドンタク2016にて岡田と対戦。 序盤は場外に引き込む鉄柵への攻撃を仕掛けるが、中盤よりクリーンファイトを展開していった。終盤には、お互いの得意技である体勢に入るも何度も、切り替えし合い、スカルエンドの体勢で軍配が上がったかと思われたが、岡田からツームストンパイルドライバーを食らうと、最後にレインメーカーを決められ敗戦した。7月、G1 クライマックスに初出場し、田橋博士や、 優勝決定戦に進出した、後藤博大を破るなど検討を見せるも、4勝5敗で終わった。11月7日、ワールドタグリーグ2016にエビルと出場したが、5勝2敗予選落ちで終わった。2017年1月4日、レッスルキングダム11にてネバー無差別級6人、タッグ選手権試合、ガントレットマッチにエビル、武士と参戦。王者組から直接勝利し、 第9代王者となる。以降は、棚橋博士、田口高助ら本体との抗争が始まる。翌5日に、棚橋、田口、中西学部組に敗北し、王座陥落するも2月の大阪大会で、リマッチに成功し、第11代王者なる。その後の後楽園、ホール大会で、棚橋、田口、 リコシェ組に敗北し再び王座陥落するも5月の福岡大会で再びリマッチに成功し第13代王者となる。7月の G1 クライマックス27では初戦でエビルにラウンディングボディープレスで勝利する。しかし同級生の岡田和地か全日本時代に何度も戦った鈴木みのる小島さとし残り2戦でバレットクラブのケニー夢が タマトンガに敗北し2年連続4勝5敗となった。11月から12月のワールドタックリーグ2017では、エビルとのタックで2年連続2回目の出場を果たし、優勝決定戦に進出、タマトンガタンガロア組に勝利し、初優勝を果たす。2018年1月4日、レッスルキングダム12第4試合の IWGP タック選手権試合に勝利し、 第79代王者となる。翌5日の後楽園、ホール大会では、IWGP ヘビー級王座に挑戦を表明。2月10日、ザニュービギニングに大阪にて、IWGP ヘビー級の王者である岡田和地下に挑戦するも敗北した。8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28では、棚橋博の番記者が、事前に、 サナダの優勝を予想するほどであったが、結果は優勝を逃している。この大会では全日本時代によく使用していた後方回転足折り固めを解禁。11月、ワールドタグリーグ2018では、総当たり戦で2位にまで浮上し、1位のタマトンガタンガロア組と対戦。昨年に引き続き同チームから勝利し、ワールドタグリーグ史上2組目の2連覇を果たした。 2019年1月4日、レッスルキングダム13第4試合、IWGP タック選手権試合3ウェイマッチを制し、第82代王者となる。2月の札幌2連戦では、初日に鈴木実とのシングルマッチ、2日目に鈴木ザック・セーバー・ジュニア、組との IWGP タック選手権試合が決定。初日のシングルマッチでは、鈴木のご知識、 パイルドライバーに敗れるが、二日目のタイトルマッチでは、その鈴木に、ラウンディングボディープレスを決め初防衛に成功した。23日の後楽園、ホール大会では、前王者組のタマトンガタンガルアとの二度目の防衛戦を行うが、最後は、スーパーパワーボムを暗い敗北。王座陥落となった。3月のニュージャパンカップ2019では、 初の決勝戦に進出するが、岡田和地下に敗北し準優勝となった。4月のマディソンスクエアガーデン大会では、IWGP タッグロー世界、タッグダブル選手権試合4部マッチに挑むも、王座大会とはならなかった。5月、レスリングドンタク最終戦で、第69代 IWGP ヘビー級王者となった岡田和地下と対戦。この試合から、 髪型やコスチュームを変えて挑戦するも勝利とはならなかった。7月 G1 クライマックス29にエントリー。7戦目では岡田和地下と7度目の対戦を行い、この試合でポンプアップ式の TKO からのラウンディングボディプレスに連発で岡田にシングル初勝利をするなど検討するも4年連続4勝5敗という結果に終わった。10月14日、 IWGP ヘビー級王座をかけて岡田と8度目のシングルマッチを行う。G1 で見せたポンプアップ式 TKO を繰り出そうとするも、岡田の開脚式ツームーストンパイルドライバーからのレインメーカーに破れ、王座体感とはならなかった。11月から12月のワールドタグリーグ2019では15戦14勝1敗、勝ち点28で総当たり戦1位となり、 2位のジュース・ロビンソンデビッド・フィンレイ組と優勝をかけて戦う。3連覇を目指すが、パートナーのエビルが、フィンレイのアシットドロップに敗れ、タックリーグ3連覇とはならなかった。2020年1月5日、レッスル・キングダム14東京ドームに連戦の2日目では、ザック・セイバー・ジュニアと、ブリティッシュ・ヘビー級選手権試合を行うが、最後は、 ザックのヨーロピアンクラッチで3カウントを取られ、王座大会とはならなかった。翌6日のオータク総合体育館大会でのタッグマッチでは、J ホワイトからオコーナーブリッジで勝利する。この結果に基づき、2月9日の大阪城ホール大会では、ジェイとの初のシングルマッチが決定した。2月9日、大阪城ホールでのジェイとのシングルマッチは終始。 追い込みを見せるも、クロスアーム式ブラディサンデーからのブレードランナーで敗戦した。6月、ニュージャパンカップ2022エントリー。準々決勝まで進出し、相手は同門のエビルとなった。だが、エビルは、レフェリーのブラインドをついた反則行為から奥し、最後はエビルでホール負けを喫した。8月26日、新設タイトル。 キャプエ2021回戦にて初と3、カウントリングアウト最低なしで決着はギブアップ、またはレフェリーストップのみとなるサブミッションマッチルールでシングルマッチを行った。初の膝に照準を絞って集中攻撃し、最後は死である武藤刑事を思わせる足4のあざ固めでギブアップを奪って勝利し決勝に進出。十九日には岡田和地か矢野通 エルデスペラードと4部マッチで、キャプエ2020決勝を戦うも、対戦相手の一人である岡田がやのに、急所攻撃からの横入り式エビ固めで敗れてしまい、トロフィー獲得はならなかった。メインイベントでは、ディック統合の介入に苦しむ内藤と内藤の、ピンチに駆けつけるも、下道の攻撃を受ける武士を救出に向かい、エビルにドロップキック。 東郷に TKO を見舞うと場外に追い出した東郷にプランチャを見舞ってから連行、排除して内藤をアシストした。G1 クライマックス30では開幕3連敗と絶不調な滑り出しとなったが、LIJ 同門でユニットのリーダー格である内藤哲也に大会初黒星をつけ、初のユニット内での内藤声を成し遂げて、以降8区の5連勝。 最終日の両国大会で、かつてのタッグパートナー、エビルを破って6勝3敗で、決勝に進出するも、準優勝で大会を終えた。またベストオブザ・スーパージュニア27と閉催されたワールドタッグリーグ2020では、同じ LIJ の高木慎吾とエントリーするも、優勝とはならなかった。2021年1月5日、エビルと再び、シングルマッチで激突。最後は、 起きて破りのエビル、ポップアップ式 TKO ラウンディングボディプレスで勝利。試合後、IWGP に感染を制した、イブシコータの前に現れ、挑戦表明という、ギフト、受け取ってくれますかという問いかけに、メシブセが承諾し、2月11日の広島大会で、タイトルマッチが決定した。そして2月11日、メシブセと、 IWGP2 冠タイトルをかけて対戦するも、敗北となった。3月、ニュージャパンカップ2021にエントリー。1回戦で、石井智弘、2回戦で、長田博史から勝利するも、準々決勝でウィル・オスプレイに敗北し、脱落してしまった。4月4日、ユナイテッド・エンパイアとの6人タッグマッチで、X として現れたアーロン・ヘナールから、ホール負けをしてしまう。 これにより、4月26日の広島大会で、スペシャルシングルマッチが決定した。その前哨選択マッチでも再びフォール負けをして、しまうが、26日のスペシャルシングルマッチでは、勝利を収めた。6月2日、ネバー無差別級6人、タック王座に、内藤哲也、武士と共に挑戦。結果は武士が、吉橋から、ギブアップ負けをしてしまったため、 王座大会とはならなかった。その5日後の大阪城ホール大会で IWGP タック王座を保持するザックセーバージュニア、からオスイスープレックスで勝利。これにより内藤哲也とのタッグでザックセーバージュニアタイチ組が保持する IWGP タック王座への挑戦が決定した。そして7月11日、マコマい積水ハイムアイスアリーナ大会にて対戦。 結果は内藤がザックから勝利し、第90代王者となった。スカルエンド、コールドスカルのニックネームの通り科目で試合中に感情をあらわにすることも少ないが、シュールとも言える独自のユーモアを持っており、試合中やマイクアピールで様式日とも言えるパフォーマンスを行う。ありがとうございます。